皆さんこんにちは。今日から WBC 始まりますよ。楽しみすぎます。アリです。ボッティラッシュ投資願い。今回なんですけども、トヨタタビアンコ来た最新イベント来たぞ。みんな早速やってこー。今回来ましたイベント、こちらシャンクス復刻来ました。青シャンクスが復刻。まあ情報修正されたからね、復刻してめっちゃ嬉しい。あ、チケットイベントが、なるほどね。じゃあ無課金の人もゲットできるって感じかな。確定数いくつなんだろうね。見ていこう。そしてシャン誕生日記念でボスバトルも来たんだ。なるほど。そして超バウンティーベース、全員プレゼント、ログインボーナス。なるほど、そうですね。で3対象、久しぶりでございます。3対象、いやー新機材とか熱いんですが来たら。はい、ということでいろいろ受け取っていきますか。まずサービスチケットで4個もらえますね。そして気になるのはこれでしょう。何個やで引けんの。赤チケット4枚でワンステップ進むってことね。合計あと16枚、赤チケットが必要ってことかな。このガチャ1周で4枚もらえるので4周するっていう感じになります。となると1周210個なので4周分で840個確定。なるほど、840個か。165個が1万円の計算になりますので、課金すると約5万円分のキャラクターになります。なるほどね、5万円分ですか。無課金の人は840個。まあ、とりあえずこれで星を1体確定なので見ていきますか。提供割合的には 0.2%。 いや誰が出んのかな。いやこれでちょっといいのが出たらいいけどね。ロビンちゃんです。星のキャラクター1体確定です。確定演出がなければ青シャンクスはない可能性が高いです。840個か。さあ来た、ディフェンダーシャンクスはないか。また骸骨。なんでこんなに骸骨出んのよ。この前のガチャから骸骨続きです。さあそしていろいろ見ていきますと、今回来ましたボスバトルイベント、チャレバト更新されております。ミッションイベントもね一緒に来てまして、ダイヤが1個3個6個ダイヤ配布されます。よいしょ。いやこれもめちゃめちゃでかいで、マジで。そしてかけらも5個もらえるからね、みんなゲットしておきましょう。そんな3対象のボスバトルに関してはダイヤがちょっと増えてまして、ダイヤ30個配布。むちゃくちゃでかいよみんな。これなんで36個かな。今回はダイヤ配布されます。みんなゲットしておこうね。ちなみに今回は前回のチャレンジイベントとか変わりまして、3月15日まで1週間のイベントになってます。うわむちゃくちゃ長くできるし、友達とできる、これいいね。そんなチャレンジバトルに参加しますボスバトルカードっていうのが必要になってくるんだけど、このボスバトルカードはリーグバトルかイベントミッションでゲットできます。イベントミッションはこのイベントミッションをねクリアするともらえるんだけど、リーグバトルはいつものリーグをクリアすると最後にね宝箱が開くと思うんですが、あの宝箱が開いた時にもらえるようになってるので、ガンガンリーグに潜ればチャレンジバトルが何回もできるよっていう感じになってます。ぜひみんな試してみてください。そしてまだまだ来ましたイベントとしては、このボスバトルイベント交換所が来ました。この交換所の記念の方ではシャンクスのかけらがもらえます。これめちゃくちゃでかい、マジで。40ポイントのメダルを使って8回交換できるので、320個使えば40個シャンクスのかけらがゲットできます。これ超でかいね。そしてかけらもゲットできる、クリスタの王もゲットできます。すごいでかいこれマジで。絶対ゲットしてみんな、協会総裁もめちゃくちゃもらえるね。まあ順番としてはですね、シャンクスのかけら持ってる人だったら育成進めるためにゲットしてもいいんですが、基本的にはこのクリスタのかけら先に交換してください。今回20個配布だよ。チャレンジバトルが120個配布だったので合計すると140個配布になるからね。これめちゃくちゃでかいから逃さないでみんな。そして次がブースト玉かな。攻撃とかよくなくなりやすいので攻撃系をやっていった方がいいかなって感じです。その後二乗ダイヤでもいいかな感じかなと思います。そして星4クリスタルオーブっていうのもあるんだけど、このオーブに関しては育成ねオーバーブースト進める人は超必要なのでみんなゲットしておいてください。さあそんな今回復刻しました青シャックス引くべきなのかっていうことなんですが、現在のねランキングを見てもらえば分かると思います。それがこちら、青シャックスはこの位置なんだよね。ランキングだとなんかねちょっと微妙って感じなんだよね。正直勝率がすごい高いかっていうと、やっぱゲッターを使った方が強いし、同じ青アタッカーを使うんだったら現在ね登場しますクラッカー、これがねかなり強いです。マムにも強くできてる、ウタのね状態異常も短縮されたら強い。ただ勝率っていう面を考えてみたら上位のね SS キャラクターたちには及ばないっていう感じなので、このランキングになってると思います。なので青シャンクス引きたいっていう人はね、やっぱかっこいいなとかずっと欲しいなと思った人に関しては引いた方がいいです。悔いが残んないようにね。ただリーグで今一番強いので勝ちますかって言われるとそうではないので、いきなり使って勝ちたいよっていう人に関しては青シャンクス引くことをお勧めしません。ぜひそこは相談してみてね。さあそれでは早速青シャンクス2試合やっていこう。さあ1戦目お願いします。青シャンクスから使っていきますよ皆さん。現在の時刻見えておりますか。はい、左下ご覧ください。3時46分、おはようございます。
はい、もうものすごく朝の早起きハリーでございます。皆さんいかがお過ごしですか。コウコウ、はい、バッチリありがとうございました。いや、しっかり見えてますからね。朝3時とはいえしっかり見えてるとは言ってもマップまで見えません。なんかマップがね、ちょっと目がボヤボヤしてんのよ絶対その状況でやるべきじゃねえだろ、ハリー。まあ、とりあえずディフェンダーみたいな立ち回りでちょっと感覚を慣らしていきます。すいません。ですね、ちょっと眠いんでこの1試合でうまくいったら、うん、やばい、これはカウンター使って、うん、来ないんかい。いや、ちょっとここら辺の感覚もやばいぞ。ちょっとやばいな。もう一試合やってちょっと寝ますちょっと眠くなってきたよ。だってなんか右側のマップが見えないんだもん僕。これいけんじゃねえ。マム左に行ったら見えたよね。オッケー、行きましょう。いやー、また敵に赤狼がいるな。なんかさ、この時間のさ、こうやばい工場キャラクターってなんか基本的に撃ってくんじゃねえ。メンサーホー撃ってくるよな。撃ってくる。あ、撃ってきた。撃ってきたよね、これ。あ、撃ってきてるね。ちょっと、撃ってきてるな、これで。やるべきじゃねえの、リーグって。うん、この時間のあの、工場キャラクターって何を落としたんだっけ。そうだ、モサしかいないんで、めちゃめちゃ強いです。はい。なので、とりあえず、あの、モサを警戒しながらって言ったけど、もう赤ロイねえわ。アイマゾン、高校はい、オッケー。6万2000円です、皆さん。はい。ハリ回避って何、タイミング合わせるよ。切った、はい、ここ、はい、オーケー、バッチリー、ありがとうございました。いやー、バイバイマムさん。いや、もうちょっと朝だからって煽ってくな、ハリー煽りスタンプとか入れてないからね。まあ言う分にはいいんじゃないかと思ってるんですけど、こっちが、あ、やばい、キングが来るな。これ気絶ナイス、回避して123、はい、こっち来るでしょう。カウント、ありがとうございました。いや、完璧じゃんじゃねえか。僕こっち行く。やばい、これはんじゃーんと、何が起こった今。やばいやばいやばい、モサ来たモサー煽ってくな、お前煽ってくな、アリこれはやばい、飛んでくる、見えてる。123123、はい、オッケー。いやー、いいね、このさ、通常攻撃はさ、じゃん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 みたいな感じが、あの、すごいよね。これエンマゾーは無理です、すいません、エンマゾーは無理です。カウンター使いません、エンマゾーごめんなさい。さあ、じゃあ最後ハンコックで締めていきますか。いやー、まあ超別元キャラクターとはいえ、こう、はい、オッケー。この後残り、はい、オッケー。いや、これをほっときましょう。やばい、これ一陣やれんじゃない。やばい、オッケー、ありがとう。青シャン強いよ、みんな。さあ、2戦目やっていきましょう。青シャンクスでございます。いや、これが終わったらちょっと寝ようかなと思ってる、みんなさすがに眠かって、ここなんでー、キングにゴロゴロ、コシャクだキングいましょう。これはやばいんじゃないか。キングとシャンクスが来てる。カイド2人でいけるかな、これ。ここはい、オッケー、バッチリ。さあ、もう少しでスキル1がたまりません、全然たまりません。やばい、これやばい、回避しちゃった。やばい、これ打たれ、あ、やばい、あ、あ、おーおお、防いだ。なんとかこの通常で利用できるの良くなったら良くなったよね。あー、これをキングが打ちちゃうのはまずい。ただこれジャンが打てんじゃね。そう右がジャン打てるよね。まだか、エマゾンナイス。いや、シャンにか、シャンに裏街道だけだよね。これちょっと援護に行ってあげないと無理だな。これちょっと回復、いやー、街道は回復できなさそう。どうする、無理、じゃあ俺回復しちゃうよ、任せろ。これはやばい、カイドが死んじゃうとまずいな。これは取られたくない。いや、緑シャンクスに青シャンクス勝てません。最初に言ってきます。ジャーンと無理、なんでそっち、ここ、いや、飛んでこないのうまいな、すぐな。これまずいです、2人は勝てません、さすがに。カイドは殺させません。いいダメージ入ってるよ。さあ、ここ飛んでくるの見えてる、カイド見えて、カイド見えない、カイド見えなかった今、やばいじゃん、これ。とりあえずここで回避して、いや、帰る。はい、3戦目やっていきましょう。いや、もうさっきのはもうしょうがない、もう置いておきましょう。ちょっと切り替えて、ここは裏側来てる。いや、見えてるよ、もうね。いや、見えてなかった、ごめんいや、見えてるよ、もう大丈夫、見えてる。緑シャンクスにやっぱ勝てません、青シャンクスは。なので、この青シャン2体で相手のレイリーを倒していきます。このレイリー絶対うまいです、はい、うまいです。この立ち回りがうまそうです。ここ、早くバッチリ。こっちから見えてますよ、マムさん。マムさん倒していきますか。裏に行ってくれてんの誰、ありがとう、ナイス。じゃあこれ回避しても見えてる、どうする、どうするナイスカウンター入ってるよ。ここ見えていこうか、快速ない、はい、カイドウ来ました。じゃあカウンター入れてみますか。ここ入っていって、ここ、はい、OK、バッチリ。どうなって、気絶、ナイスじゃん、ナイスじゃん、入った。ここじゃあ絶対倒す、OK、バッチリ。
KO して火力上げていく。はい、ここ倒していくよ。ヤマト倒していきます。見てください、 1,2,3。 はい、カウンター誘いました。早くバッチリジャーンと置けばっちり。今どうなった、いや痛い、ここ当たるんだ、なるほどね、置けばっちり。じゃあこっちから行きますか。ネイリーが裏行った、なるほど。じゃあここは見えてる、ジャーンと。あ、ごめん、スキルかぶってまして、ごめん、今のはごめん。あ、裏行ってくれたのでかいね。ここはやばい、警戒回避、置けばっちり。ちょっと逃げよっか、ちょっと逃げよっか。来ない、ナイスジャン、ナイスジャンが入ってるよ。あ、これいけんな、いやまだだ、まだまだまだ、ブースト来た。キング対処したいけど裏行くな、このキング多分。あー、裏行くな、あ、裏行ったな、カイドに任せちゃおう。じゃあここはマムを倒す、あー、絶対倒す、これ絶対倒す、回避して絶対倒します、絶対倒します。ワンバーン、無理でした、すいません。あ、絶対撃ってくる、回避、おっ、バッチリ。ここやばい、これはやばいね、これはやばいね。カイドウとは戦闘能力一緒って言ったでしょ、みんな見しちゃうか、今から絶対倒す、ここここ回避して、飛んだんけい、ごめんなさい、これがあるんでカイドウは上です。はい、あ、これいけんな、じゃんじゃん、いけるな、じゃんいける。こっちで取ったの見えた、真ん中大丈夫、左側来たら撃っちゃうか、じゃん。とりあえず旗貯めて、ここいけんな、じゃーんと。はい、お今日お見舞いしました、ここを倒しちゃいます、オッケー、バッチリ。通常攻撃はむちゃくちゃ強いね。さあ、あとは準備が出てきましたと、攻撃力もバッチリ、回復も大丈夫、ここやりません、見ててください皆さん、キング絶対倒します、倒し方見せますよ。回帰してか、まず、ごめんなさい、すいませんでした。まずですね、壁側に走ります。キングは、キングは壁側に走って回避するんで、撃ってきたら回避して 1,2,3 と、はい、これで倒します。おい、バッチリ、完璧じゃないかこれ。あ、ちょっと寝ます。さあ、ではクラッカーも使っていきましょう。今ですね、動画作り終わったんですが、クラッカーのね動画だけなかったんで、ちょっと寂しいかなと思って、作り倒しじゃない、間違えた、作り足しております。いや、みんなクラッカーじゃない、いや、青シャンクス引いたかな、今日ボロボロだわ、なんか滑舌ボロボロなんで。まあ、青シャンクス引いたって人も多いんじゃないでしょうか。まあ、情報修正したし強いしね、うん、引いてもいいと思うんですが、まあ、クラッカーもね結構強くって、多分ね青シャンより今活躍できるんだよね。ってなったらさ、青シャンのガチャを引けば多分クラッカーも当たるようになってると思うんで、青シャンを引いておくのもありだと思います。はい、ただね、青アタッカーだったらね、クラッカーイメルフィ、うん、ここ、いや来ないか、マムか、うん、どうしようかな、これ切った、回避使った、じゃあこれ使うか、ビスケット、いや回避ここだよね、そう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 、使ってくよね。じゃああとは、ちょっと回避玉ね、待って、 OK いくか。さあ、じゃあ倒していきますか、マム。ビスケットでとりあえず牽制した方がいい。このね、通常攻撃があれなんですよ、通常攻撃めちゃめちゃ長いのよ、だからね、タイマン結構張れんだよね。ナイスか、もう瀕死ですよと。じゃあこれもういっちゃうか、こう、おお、撃ってた、ごめん今気づかなかったわ、これやばい、危ねえ、今撃たれるとこだった、ナイスと吹っ飛ばされる。ちょっと様子見ますか、ちょっと引こう、ブースター引きましょう。いやー、引き弱い、マム今攻めない方がいいと思うけどな、これちょっと援護できないぞ、だよね、やられるよね、なちょっと今やめた方がいいって、絶対やめた方がいいって。なんで敵じゃない、工場キャラが1体いるとさ、敵も工場キャラ1体いるようになるのかな最近。ナイスナイス、エマゾロ、いやだからさ、なんでレイジュがいるとこっち赤ローがいるんだが、これどうしようか、1,2 通常長い、ただねこれね、通常結構スケンだよね、クラッカー、ここナイス、じゃあ今瀕死なんじゃないこれ、ナイス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 、いけいけいけ、ビスケットナイス。さあここどうしようか、マム倒していきたいとこだよね、ただちょっと大混戦の中突っ込んでってもね、やられるだけなんですよ。クラッカーってね、なんだっけ、ここ、はい、オッケーバッチリ。さあ、なんだっけな、通常攻撃長くていいんですが、状態以上高校、はい、回復ガードした、はい、高校、はい、バッチリ、強い、すぐ回復するの強いよ、ここも、OK、どうでしょうか。いやー、これやってるうちか、強い強い、これやってるうちにいけんの強く、助けてくれみんな、カイドウはやばい、カイドウやばい、カイドウ助けてほしいな、回避して無理、ここはい、OK、さあどうでしょうか、氷取っていけないか、無理か、カイドウちょっと倒してほしいな、これワンバンナイス。いや通常長っ、青シャンより強い点はここだと思うわ、個人的に。マムとカイドウやねんでしょ、今青シャンよりこっちの方が強いんじゃねえか。まあ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 、
まあまあまあ青シャンを立てたいっていうのもありますけど、はい、あのよかったら前の青シャンの動画見ていってください。青シャンね、ちょっと寝坊ね、寝すぎてる時に撮ったね。はい、もうありがとうございました。クラッカー強い。